お金を貯めてみるといい。そして実際にお金を貯めようと思ったら目的と期限を決めるのがポイントだ。例えば3年後の旅行のために100万円貯めたいのであれば毎月約 2.8 万円貯める必要があるのがわかる。そしてその毎月の貯蓄額を達成するためにスマホを格安プランに変更したり保険の見直しをしたり外食を減らすなど行動に移していくといい。なるほど。もう一つのポイントとして収入から支出を引いた分を貯蓄しようとしている人はなかなかたまらない。わかります。俺もそうです。お金を貯める上で特に重要なのは先取り貯金で、給与の収入から先に貯蓄分を取り分け残ったお金で生活するという方法だ。つまり収入から貯蓄を引いた分を支出に回すように今月から変えていくと確実にお金が貯まっていくのでおすすめだ。おお、やってみます。次は無意識の出費に要注意だな。お金の使い方で気をつけたいのが何に